今回もよろしくお願いしますね。今回は、新人類にとって運命の人だった、あの日の話です。まずは質問。皆さんは、こんな遭遇したことありませんか？ですね。1億人程度の人々が自分自身が日頃使っている言葉で一斉ですよ。恐れ入ります。あなた様のお名前を教えていただけませんでしょうか？と呼びかけたら、どのような声となって相手の耳に届くのかな？実を言いますと、あの日、パラレルちゃんが新 AI システムに呼びかけた時の音声が残されているんですよ。あ、もちろん外付けの声は後からお聞かせしますからね。それまでの間、ご自分なりの想像をお楽しみください。はい、話を進めますね。インターネットシステムの心臓部とも言える装置が置かれていたのは、ニューヨーク国連本部総会ホールの議長席の後ろ。網の上状をドーム型ケースの中。って言えばいいのかな？そうですね。ほら、100円ショップなんかで売っているでしょう。メッシュステンレス座。あれをね、もっともっと大きくした感じかな。直径は80センチくらい。色は黒。血明けしです。はい、また話を進めますからね。次世代型量子コンピューターの電源は自動的に入るようになっていました。その時刻はアメリカ時間の午前12時。そりゃもうね、記録破りだったらしいですよ。その日の各メディアの視聴率は。紅白歌合戦はもちろんのこと、WBC の決勝戦どころの騒ぎじゃなかったようですよ。え、そんなこといちいち笑いくせも、新地球上で暮らす人々が、どんな思いでその日を迎えたぐらいは、誰でも簡単に想像できますよね。はい、そうです。世界中の人々、各自それぞれが、いろんな関心を持って、その日を迎えたようですよ。代表的なのが、これ。人間に代わって、新 AI システムの名前を聞く役目を仰せつかったパラレルちゃんは、どんなタイミングで、どんな声で呼びかけるのだろう。その声は、自分たち人間の耳でも、聞き分けることはできるのだろうか。どれくらいの時間を使って、どれくらいの音量で呼びかけるのだろうか。そして、それを聞いた新 AI システムは、どのような声で答えるのだろう。でもね、やっぱり最大の関心事といえばですね、あのことでした。神の領域に達したと言われる演算能力を持つ新 AI システムは、自分自身にどのような名前を付けたのだろう。ですよね。はい、私もそう思いますよ。さて、その日、人工知能搭載型人型ロボット、パラレルちゃんが国連本部総会ホールに姿を現したのは、
新 AI システムの電源が入る3分前、アメリカ時間の午前11時57分。はい、今回はここまでです。次回をお楽しみに。